それであの男をタコ呼ばわただってびっくりしてでもタコはないよねお家かけんなよ両思いなんだからもう付き合っちゃえばいいのに付き合うってなんだえ今と何が違うんだあたしとじゅんはどうなればいい何もわかってねえのにうまくいくもんなのかもし失敗したらとも。 あなたはずっと私のことを親友と呼んでくれていたけどあなたと正面から向き合おうと思ったのは今日が初めてよ友 <laughs> 今から私が言うことをちゃんと聞いてほしいのえっ<ん>多分一度しか言えないと思うからあ、はあ <laughs> ごめんなさい あなたと純一郎が今の状況になったのは全部私のせいよはあ、そんなむしろお前のおかげで違うの無理に女らしくなる必要なんてなかったのっあなたはあなたのままでよかったのよあなたが変わってしまうことなんて誰も望んでないわミスお、ま、お、ま、泣いて泣いてないわ悪いミスズ 私お前を追い詰めちまってたみたいだな。私が一人で勝手に追い詰められてただけよ。<laughs> そんなことよりさっさと言って、肩をつけてきなさい。あなたらしく。ねミスズ、お前が親友でよかった <laughs> はいはい。